ガーニーフラップの模式図ポルシェ962のリアウィングに取り付けられたガーニーフラップガーニーフラップとは自動車のエアロパーツの一つでありウィング交換等に垂直に立てられる細い板状のパーツであるその名は往年のメイドライバーである開発者のダンガーニーから自動車のリアウィングはダウンホースを生み出すがレースのレギュレーションではウィング面積 羽の枚数などが厳密に定められており、ダウンホースの増大には限界がある。そこで小さな形状変化でより大きなダウンホースを生み出すためにウィングの後端をほぼ延直に跳ね上げる部品がアメリカのレーシングドライバーであるダンガーニーによって生み出された。これがガーニーフラップである。ガーニーフラップがウィングの上下を流れる気流を受けることで フラップの後ろ側では渦型の気流が発生し、その上下を気流が車両後方に向かい流れていく。これにより元のウィングよりも一回り大きなものを取り付けた効果が発揮される。もちろんダウンホースとともにドラッグも増し、最高速が伸び悩むという欠点があるが、着脱が容易なパーツであるため、テクニカルコースではコーナースピードを重視し、取り付け。 最高速型サーキットでは取り外して、ストレートの速さを重視するとセッティングの容易さも普及に一役買っている。ヘリコプターの水平安定板にも使われていて、左右につける場合もある。翼面積増大の効果により、翼の軽量化をする。シングルロータ型などでは、全身飛行時の横の水力を生み出し、テールロータの助ける役目をしている。ホームセンター等で売られている。 L 字型の金具をウィングに合わせ曲げるなどの加工をするだけで作れるため、総レースなどでも見る機会が多い。ありがとうございます。